通は外側でどう見えるかの会話をして踊りって作られてるんですけど、僕は逆なんですね。中側がどうだから外側はこうなるっていう、そっちなんで、結構だから本人のこう現実的な心理状態だとかそういうものまでね、結構触れてきちゃうから、彼女なんかだからもう本当にむしろ問い詰めていく感じで作ってますからね。自分で自分のやってることをこう感じたり、うまくいってとかいかないとかっていうのはもうそれは二の次なんですよ。自分の目を外側に持って自分がどう見えるかっていうことを意識してるかしてないかの方がもう圧倒的に大事なんですね。そういう生意気なやつなんです、踊りを踊る人っていうのは。はい、客電が消えてきます。右足がもっと左に逃げる、右の足、膝がもっと左に逃げる、ぐーっと左に、これでさ、やるところやっぱり力ないって。見てる。田中のアドバイスに技術論は少ない。ダンサーとしてのあり方について本番直前まで語り続ける。分かってもらうためにやってるんじゃなくて、あなたの感覚に生きてる時間の方が大切なわけでしょ、うん、だからここら辺からおーっと 別人の顔が あるいはあなたの全然違う色の顔が浮かんでくるような、そういう首の移動の仕方をさせる。だから名前やね、名前や技を認知するためにここにいるんじゃないんだよ。もう本当に瞬間、1時間の時間の中で5秒でも10秒でも見たっていう瞬間、一人一人の人が持てればそれでいいんだと思いますけどね。疲れた今晩相当あれじゃないですか、やるんじゃないですかね、きっとね。まあそれは多分少しずつ少しずつ、勇気なんて言葉じゃないけど、その晒すということがどういうことなのかが分かり始めるんじゃないでしょうかね。絶えず見続けること、もうそれだけだね、うん、音いいですか。はい、アミちゃんの方も OK ね。そのまま開演の時間が来た。今回の石原さんの踊りのタイトルは非連続。癖のように生き続けてしまう日常を断絶、その瞬間に飛び込むというのがテーマである。約1時間一人で踊り続けた。いや疲れたろうな、しかしゲーソーっとしてる。弟子から見た師田中泯とは、もしまあ私に生まれてきた理由があるとすれば、ああいう人に出会えてよかったなと。たまたまね、20世紀後半から何ですかね、今の時代にたまたまああいう人が日本にいて、たまたま私も生まれて